回はですね、安西カレン吹奏楽部スペシャルと題して噂でなんですけど、はい、あのすごいギャルだったって聞いたんですけど。部活ピーポー全力応援部活ピー、トップティーモデルのリコです。よろしくお願いします。いや夏来ましたね。いや来ましたよ、もう梅雨が明けたら夏です。いいですね、夏休み1ヶ月ぐらいあるんですかね。8日しかないです。それ以外は学校です。やっぱ今年花火大会とかも相次いで中止になってて、やっぱ夏といえば花火ってイメージが私の中ですごいあるし、花火を見ないとなんか夏は感じられないと思っているので、自分でこの手持ち花火をやりたいです。手持ちの何花火したいですか？そこはしんみりと線香花火で。ブカピ、はい、ということで今日はこの方と番組を進めていきたいと思います。安西カレンさんです。どうぞお願いします。よろしくお願いしま す。本日このオンエアが8月の18日なんですけど、8月15日が誕生日だったということで、はい、ありがとうございます。すごい嬉しい。どうですか、21歳の抱負とかありますか？抱負でもなんかもう本当に大人でも子供でもないこの感じ、もうちょいあの全力で楽しみたいなって思います。ブカピということで今回はですね、安西カレン吹奏楽部スペシャルと題して、これまで詳しく聞けなかった安西さんの吹奏楽部時代のエピソードを根掘り葉掘り聞いていきたいと思います。ちなみにあの、はい、安西さんは、はい、噂でなんですけど、はい、あのすごいギャルだったって聞いたのどうですか実際。当時すごくあの流行っていたなんかカラコンだったりとか髪色だったりとかをなんか好きなことをするようになったら自然とギャルって呼ばれるようになっちゃったっていう。それはいつの時、小学生の時ですよね。そう、なんかもう当時ポップティーンがめっちゃギャル全盛期だった時、もう森神とかすごいしてた時にずっと見てて、ね、つけまとかすごい憧れてつけてました。そんなすごいギャルだった安西さんがどういうきっかけで吹奏楽部に入部しようと思ったんですか？中学生入る前にお父さんにローリングストーンズっていうバンド あのライブに初めて連れて行ってもらって、はい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 、でそこであの後ろのバンドメンバーさんたちが管楽器を吹いていて、それでサックスやってる方がいて、わめっちゃかっこいいと思ってで吹奏楽に入りました。へえ、そうなんですね。なんかやっぱりその部活入るからには大会も出たいですし、なんかもう本当に中学3年間も部活のために行ってたみたいなもんなんで、もうそれがやりたいがために髪も暗くしたし、エアコンとかもやめて超真面目に学校生活あの部活やってました。あの吹奏楽って結構朝練やってるイメージなんですけど、その運動部に負けずというか、はい、どうでしたか練習量的には。なんかやっぱりその放課後の練習だけだと多分5時とかに学校が終わって、そこからもう多分3時間ぐらいしかできないんですよ練習が。でそれだとめっちゃ差がついちゃうから、あのみんな朝練なんか自主練行ってました。朝うまい子とか先輩とかはめっちゃ早く朝行くんですよ。だからもうそれに負けじと、なんかもう朝5時50分に家出て一番だからもう部長より早く行ったるみたいな感じで鍵をもう職員室に取りに行くあれをちょっとめっちゃやってました。すごいなんか一番最初にあのコンクールでやった曲っていうのが1年生の時に美女と野獣の曲をやったんですよ、ディズニーの。へでそれを1年生全員で吹いて、
コンクール出るっていう感じだったんですけど、はいはいはい、あのそれがアルトのソロがあって初めて、ね、それすごく印象に残ってますね。え、手震えたりしません？いや、めっちゃ緊張しますね、やっぱ最初だし。そうですよね。てかまずソロって何って感じでしたし、最初一人なのみたいな。そこからですか。うん、でもすごいあの今でもめっちゃ印象に残ってます。いや、やっぱ一番最初の曲って忘れないですよね、うん、多分一生忘れないですね、もうずっと多分吹ける。すごい。そんな安西花恋さんですが、その中学時代の吹奏楽部時代に使っておりましたサックスを持ってきていただきました。え、本当ですか？はい、ちょっと持ってきます。じゃあ、 ありがとうございます。はい、よいしょ。すごい。すごい。いや、これめっちゃずっと3年間サックス使ってたやつで、中1の時にお母さんに買ってもらって。思い出の、そう、思い出の、一緒に3年間を過ごした。え、だいえ、ちょっと吹いてもらうことってできたりしますか？吹きますね。はい、すごい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 。やえ、ドレミファソラシドとかってどうやって吹くんですか？みたいな。すごい。なんか上の方と下の方で全然位置結構違うんですね。違いますね。こんな感じで。いや、すごい、なんか生でこんな弾けるの初めてだから。え、曲とかリクエストしても大丈夫ですか？はい、お願いします。じゃあ、はい、あのドラえもんの曲で、はい、いきます。お願いします。ケコプター。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。え、すごい。ブカミリコが気になる同世代トーク。今回は本当にね、そのカレンさんに個人的に私が聞きたいことを聞いていくというコーナーになります。好きな食べ物って何ですか？私苦手です。嘘。すごい、なんか初めましてみたいな質問になっちゃうんですけど、はい、好きな食べ物って何ですか？私はもう牛タンとサーモンです。牛タンとサーモン。サーモンは、あの、なんて言うんですかね、生がいいんですよ。お寿司のサーモンみたいな。え、お寿司行ったらじゃあもうサーモンって感じですか？ほんとサーモンしか食べないです。なんかもう回転寿司行くんだったらもうサーモンを食べに行くっていう感じみたいな。だから私サーモン苦手です。え、嘘。あれ、なぜだ。悲しい。私あれも好きだ、ナタデココ。ナタデココもあんまり好きじゃない。なんで。やだ。ハッシュタグ僕らは強くなれるはずプロジェクト。はい、はい、ということで高校3年生にエールをハッシュタグ僕らは強くなれるはずとなっております。これはこの前ね、カネさんが来ていただいた時も説明させていただいたんですけど、はい、あのコロナウイルスによって部活の休止や大会の中止が相次ぎました。やり場のない悔しさ、やりきれない思い、高校3年生の皆さんは抱えていることだと思います。そんな思いを47都道府県の高校3年生から集めてメッセージソングを作るプロジェクトです。はい、こんな時だからこそ前を向いて進んでほしいです。高校3年生たちの思いが続々と届いているようなので見ていきましょう。まずは佐賀県です。
新型コロナウイルスの影響でインターハイなどの大きな大会が中止に。これまでの努力を形にできなかった高校生たちを思い、佐賀県は代替大会を開催を決定しました。そんな佐賀県の高校3年生の皆さんから、悔しくも引退を余儀なくされた全国の3年生にメッセージをいただいています。陸上で全国を目標にしてた子が、全国自体がなくなって、とても悔しがってました。自分らは最後負けてしまったけど、最後その子がいい結果で終われるように頑張ってほしいです。この仲間で、カシオっていうチームでできたことに、に感謝して、最後みんなで笑って終わりたいです。この何ヶ月間かいろんな自分たちがやりたいことができなくて辛い思いとか悔しい思いをした高校3年生がたくさんいると思うので、みんながそれぞれまた新しい目標を見つけて高校3年生みんなで頑張っていけたらいいなと思います。頑張りましょう。こんな状況でもバスケができることってなんか幸せなんだなって、当たり前のことが当たり前にできることが本当に幸せだなって思うことができたので、大体大会とかなかった皆さんもこれで最後だと最後ではないので、今後に向けて頑張っていきましょう。この状況ですけど、やっぱ今ではなくやっぱ先を考えなければならないので、大学進学そして就職した後でやっぱ自分のできることがあると思うので、やっぱこの悔しさをバネに自分の将来を頑張ってほしいと思います。続いては京都からです。京都立花高校吹奏楽部の皆さんから、困難な状況でも努力する全国の3年生たちへのメッセージです。やっぱりこの高校3年生っていう大事な年に前者であるかないかぐらいの大きい出来事があったっていうのはもう変わらないことですし、これをその糧にするで生きていくしかないと思うので、大事な1年なんですけども、残りあともう半年ぐらいしかないんですけど、楽しく頑張っていきましょう。吹奏楽部だけじゃなくて他の部活でもいろんなところで大会や試合がなくなってると思うんですけど、なくなってる中でも今年は周りの大人の方たちが私たちが見えないところでもたくさん動いてくださっていて、その方たちにしっかり感謝しながら今年最後まで頑張っていきたいと思います。このコロナ期間で練習できない時間がいっぱいあったと思うんですけど、やっぱりその今部活が徐々に緩和されていって開始されていく中で、その1分1秒を大切に仲間と共にこの部活ができるこの幸せをもっと感じながら、毎日一日一日を大切にして過ごしていきたいなと思ったのと、一日一日にその思い出ができるように内容の濃いその練習であったりとか本番をして、コロナがあったけどやっぱこの代で良かったなって思えるように頑張っていきたいなと思います。本当に皆さんメッセージありがとうございました。当たり前のことが当たり前にできることが幸せだと思いましたっていう言葉が本当に改めて私も今回感じているので、すごい心に来るものがありましたね。今コメントくださった皆さんも高校3年生で、うん、それぞれが多分結構きつい思いとかされてたと思うんですけど、うん、その中でも全国の一緒に頑張ってる高校3年生の皆さんへって言って皆さんに向けたメッセージを送れる、うん、その皆さんの視線にも私はすごく、本当になんか刺激をもらいました。そしてこの僕らは強くなれるはずプロジェクトではこの先安西さんも大きく関わってくるんですよね。そうです。今回あの私の僕らは強くなれるという曲のラストのサビの3行をですね、皆さんからのエールを大事に受け取って47都道府県バージョンに変えさせていただきたいと思っています。安西さんもこういうのはやっぱ初めてですよね。あ、もう本当に初めてです。ワクワクしてます。それではこのプロジェクトの参加方法を、ご紹介させていただきます。ツイッターでハッシュタグ僕らは強くなれるはずをつけて投稿するだけです。動画でもメッセージでも構いません。詳しい情報は直接サイトでご覧ください。
皆さんどんどん送ってください。送ってください。本当に今回すごくたくさんおしゃべりできて楽しかったです。あ、本当ですか。はい。しかもわざわざ楽器も持ってきていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。プロジェクトの方も本当に本当に楽しみだと思うんですけど、私もすごい楽しみにしております。楽しみにしております。ぜひ皆さんお願いします。お願いします。それでは来週も見てね。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。